聞き込み開始っすね、おやさん。時の将軍足利義輝様が天下創生の御事乗りを護衛し、日の元に衝撃と興奮が渦巻いた。まさにその日、なんと我が尼子領内でお家存亡の危機に関わるほどの一大事件が起こった。我が主春様こと尼子春久様がお城から忽然と姿を消したのである。この事件は後に尼子の春様の神隠し事件として日の本の犯罪史上に。ごちゃごちゃ言ってないで早く行け。もうおやさんはせっかちなんだから。大事なんすよこういう説明って。こうして僕見習い武将の山中鹿之助とその師匠鹿のおやさんは、行きますから角で刺さないでおやさん。虎の館と知って飛び込んでくるか。その度胸やよし、歓迎するぞ。お館様、今日までの鍛錬、この雪村めに示させていただきたく。よかろう、やってみせよ雪村。俺たちも負けてられねえぜ。雪村、今燃えずしていつ燃える。武田にサラダアーミー、いざ日の元にこの雪村アーミー。武田が心へ一圧。お願いします。早くこと風の五色、これすなわち先手必勝なり。では当然、その速さに兵法はある。お願いします。兵法、それは見習いの身でありながら心はすでに中心。この雪村感激いたしそうだ。ねえおやさん、雪村さんってちょっとだけ熱すぎっすね。そんだけが足りなかった。
勝負ならば、お願いします。それはそれで望むところ。精進しておるか、武田の相手にふさわしい。早く何とかしないと、ハル様の身が危ない。出直せ、雪村。不甲斐なし。この雪村、意志なき風にことは運べぬと知り候。反省だけなら猿にもできるってね。この際だ、しっかり学びなよ大将。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。静かに癒すこと、林のごとく。大将、俺様が時間稼ぐ間に気合い入れ直してよ。仕事さんの相性ってどうなんだろう。そうさな、馬よりはいいんだな。大事ないか、助けて。声がでかすぎだって、大将、恥ずかしいってな。わしが見ておるぞ、サスケ。はいはいっと。はい、俺様のお仕事本日はここまで。あとは任せたぜ大将。よし来た、おいサスケ。この雪村任された。お役をこう取得だった。もはや陣などほんのひとときの足止めにすみませぬな。こう見えて俺らもさ、お願いします。男を鍛えてるんだぜ。お願いします。背中拝借。ワニより先に死ぬるが武士。安らかに眠れ。さあ、頑張ります。この勢いに水を差さねえよう、俺は引っ込んどくぜ。ごめんなさい。やりたせ。負けられぬ。武田が心へ一つ、たぎること火のごとく。男のたぎる肉体こそ足をつなぐ架け橋なるや。ほう、では問うが、その炎は何のために燃やすのか。何のため。それはこの雪村、手加減などできませんね。我が名、雷鳴のごとく戦場に驚かん。お願いします。我らも続きますゆえ、お進みくだされ。鹿之助、勇気凛々です。麒麟児だけに。お願いします。
願いします。狙うせい雪村。ふ、不甲斐なし。この雪村、今一度己の風林火山を見つめ直しそうろ。思い出せ、親方様の発される気合の声を。そなたの生き様、しかと見届けた。お願いします。俺がしと共に戦場をかき分けてやりましょうぞ。陣の総取り、これぞ戦の醍醐味にござる。お願いします。お願いします。見て驚け、これが武田名物親方様が転んだだ。動かざること山のごとし。お願いします。雪村、お主は虎じゃ。傷を負わされた猛虎じゃ。俺は虎、俺は猛虎。国を滑るにかけて親方様以上の男などおらぬ。頑張ります。我らが50人がかりで挑んでも到底及びますまい。親方様が壊された。俺にはみんながついている。なんと心強いことか。ちょっとおやっさん、この人下手人じゃなかったみたいっすよ。お願いします。この名に聞き覚えはないとは言わせませんよ。下手人なりがち。狙わせ雪村。不甲斐なし。もうよい雪村、わしのもとへ来い。風林火山の何たるか、お主に直接見せてくれるわ。おお、親方様、ああ、ありがたき。風林火山、それは兵法のみの教えにあらず、己の志、そして民の心にも通ずると知れい。はい、親方様。行くぞ、雪村。お願いします。はい、親方様。お願いします。僕も信玄様のような武将になりたいな、はい、特にあのヒゲ憧れるな。小僧、見栄えも確かに重要だが、男はやはり熱き魂よ。魂を焦がすかのような気が。若き人だ、恐るべし。倒れる前に証言をお願いします。逃げずにわしの前に現れた度胸、まずは褒めておこう。ひとかけらでいい、何か手がかりを。わしの突進を止めたくは、富士よりも高き山を持て。晴れ様が消えた日、戸棚に隠してあった大福も消えていた。これは偶然なのだろうか。あえて名乗ろう、先人と。おやっさん、一つ聞いてもいいっすか。
おやっさんの角はどうして取れるんですか？頑張ります。お主ならば少々手荒く歓迎しても平気じゃな。この春様の人相書きにピンときたら山中鹿之助までご一報ください。見たか雪村、これぞ誠の風林火山。え、違うの？ごめんなさい。下手人はお前だ。え、違うの？ごめんなさい。我こそは麒麟寺鹿之助大活躍。あれで、あ、待ってください、おやっさん。一発目は空振りっすね。しかも有効な手がかりも何一つなしです。これは想像以上に手強い山っすよ、おやっさん。おやっさん仕込みの探偵術がついに炸裂するっす。おやっさんの探偵心得その14、常に冷静でいろ。ないだ頭脳に推理はひらめく。108の心得、この鹿之助の頭脳にバッチリ収まってるっすよ。うん、とにかく今は手当たり次第手がかりを探すっす。おやっさんの探偵心得その1、捜査は足で稼ぐっす。地下道を発見。あれ、なんてこった。迷子じゃ。沢山城は少数の兵を残し、現在手薄の模様です。吹いてるね。遊んでる場合じゃないよ。天海様。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとだ。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、侘助。